こんにちは、神田です。今日はですね、ちょっと緊急で動画を回しているんですけども、大宮がね、ちょっと5 0 0 0連続して勝ててないということで、ちょっとね、えぇ、ー、急遽取り上げてみようかなと思って、えー 今節のね、徳島戦の試合を見ながら、まあ、ちょっとね、大宮のことを解説していこうかなと思って動画を撮っております。で、大宮は今節、まあ、川田選手に、まあ、どういう風にね、ボールを供給していくのか、左サイドの3人が、まあ、ボールをね、動かすところにコンビネーションをね、えー、作れているんですけども、 逆に、こう、右サイドが、なかなか攻撃の形が作れていない。なので、えー、武田選手がね、えー、徳島戦で、えー、右のウィングに入ってくることによって、えー、川田選手とのコンビネーション、もしくは、サポート役として、えー、期待されて、この位置での起用だったのかなと。 まあ徳島はね、ディフェンスラインと中盤の並びでメンバーをね、変えてきており、まあ、組み合わせが変わった中で、どうね、馬剣が選手にボールをね、供給していくのかなと思って見ていました。 で、大宮は高い位置でね、ボールを奪い、それをね、素早くボールを縦に、ショートカウンターをね、狙って、厚みのある攻撃をしたい。それをするために、えー、敵陣に入るために、えー、ビルドアップをしていきたいということが、まあ、大宮の狙いなんだと思うんですけども、まあ、徳島が高い位置からこう連動して、プレスをかけて、 来たので、この試合は、まあ、敵陣深くでボールを奪って、は、すぐにね、こうボールを動かして、ゴールに向かうという意味でね、ちょっと圧倒していたし、圧倒されていたかなと。で、前半15分の先制点の場面なんですけども、左サイドから小玉選手にボールが入り、もう一度ね、左サイドにボールを展開されたときに、 ここのね、えー、徳島のボール保持者に対して、大宮の選手が、誰もプレス、プレッシャーに行かないんですよね。で、その前の、まあ、小玉選手にボールが入った時もそうなんですよね。同じように、まあ、プレス、プレッシャーに行けてない。 で、大宮のこう事前対策で、えー、最後のね、クロスを上げられそうになったら、バケンガ選手を、ま、注意しろっていうことを多分言われていたと思うんですよね。で、バケンガ選手の周りに、大宮の選手が、ま、集まりすぎていたと言ったらいいのかな。 うまく、まあその後のこぼれ球に対応することができず、まあバケンガ選手の周りにね、え大、ー、宮の選手が寄っていたので、で、徳島の西谷選手が、まあ、押し込む形で、先制点を決められるという。 で、大宮はね、こう、やっぱ勝ててないっていうこともあるんですかね。こう、ちょっとね、安全なプレーを選んでることが多かったかなと。ま、やっぱ負けたくない。え、これ以上失点したくないという気持ちはわかるんですけども、そうなるとね、え、チャレンジするプレー積極的なプレーが、ま、なくなるので、こう余計にね、こう苦しい状況になっていっていたなと。前半は特に。 で、あとはね、やっぱ徳島が全体で前向きで、えー、ハイプレスで、えー、連動しながら守備をするので、まあ大宮のね、アンカー大橋選手に対して、徳島のね、小玉選手がずっとね、見てて自由を許さず、与えず、で、ビルドアップを制限させていたので、大宮はね、こう自陣に釘付けされていたなと、ちょっとね、思うシーンが多かったなと。 で、狙いだったんだと思うんですよね、徳島は。大宮の右サイドがあまり機能していないっていうことを、まあ、スカウティングしてて分かっていたので、大宮の右サイドに、まあ、徳島の選手がしっかりこう寄せていくと言ったらいいのかな。幅を狭くさせて、まあ、追い込んでいくって言ったらいいのかな。そこでボールを奪えたら、すぐさま逆サイドに展開して、シュート、クロスをしていく、上げていくっていう、 このね、シンプルな攻撃、やりたいことがはっきりしていたことが、ちょっとこう、大宮との違いなのかなと。で、徳島にね、PK を与えた場面なんですけども、大宮がビルドアップしながら、まあ、いいタイミングで、いいところに縦パスを入れたなと、えー、簡は思ったんですけども、まあ、この試合、徳島のね、守備がめちゃくちゃ、もう、本当に良かったなと。 西谷選手を含めて、大宮のね、縦パスに徳島の選手が狙いを定めていて、バケンガ選手の落としたボールに対して、まあ西谷選手がね、まあ抜け出そうとした瞬間に、まあ足がかかってしまって、まあファールをね、取られてしまうという、まあビルドアップのうまくいくとき、うまくいかないときって、まあ大宮も含めて、その他ね、他のチームもあると思うんですよね。 ですけど、この場面を見てもらいたいんですけども、ここのね、場面で、えー、パスを受けようとする選手が、まあ、ボールをね、奪われてしまうんですけども、大宮の選手の。ボールを奪った徳島の選手に、プレスにね、行かないんですよね。ボールを奪われた大宮の選手が、プレスバックをしていたら、徳島のね、西谷選手にパスを出した選手が、フリーになることは、 なかったとね、思うんですよね。で、この PK を与える場面も、おそらくなかったと思うんですよね、神田的には。ほんと結果論なんですけども、結果論。 こう、ビルドアップでね、こう、どう前にボールを運ぶっていうことも大事だと思うんですけども、その前のね、当たり前のこと、え、チームとしてボールを奪われたら奪い返す、二度追い、三度追い、え、プレスバックを含めて、ま、下田監督がこの辺をどこまで、え、こだわりを持って、え、追求しているのかなと。 それとも、まあ、勝ててないことで、えー、選手がね、こう自信をなくしているのか、それとも、えー、勝ててないことで、選手たちが、まあ、自信がなくなっているのか、まあ、求心力がなくなってきているのかはわかりませんが、まあ、徳島戦の試合を見ていて、まあ、こういう場面がね、多かったなと感じました。本当にね、めちゃくちゃね、偉そうな言い方をして、ほんと大宮のサポーターファンの方、申し訳ないんですけども、 まあちょっとね、その辺が、神田が見ていて気になったなと。で、攻撃のね、狙いは、大宮はいいと思うんですよね。サイドで数的優位を作って、ワンタッチでね、相手の裏のスペースを狙って、えー、剥がしていく。もしくは、川田選手が背後に飛び出していき、そこにね、サポートする選手が入っていくという、こういうね、攻撃の形、狙いはね、え当、ー、ほ面白いなと思います。で、大宮がね、 えー、後半はね、前への意識を高め、サイドのね、高い位置でボールをね、収める時間は作れていたんですけども、外ではね、こう、うまくボールをま、回せているんですけども、中にね、ボールが入った時に、こう、うまくボールが回せず、停滞してしまう。まあ、徳島のね、守備がうまいっていうのもあるんですけども、もうちょっとね、徳島の守備陣の、まあ、背中をね、取るようなパス、選手の動き出しがね、 えー、あったら良かったんじゃないのかなと。まあ、終盤に入りね、大宮は、後ろをね、3バックにして構成に出たんですけども、まあ、ちょっとこう大きな変化を生むことなく、まあ、そのままね、えー、0対2で、えー、徳島が勝利するという、まあ、試合展開に。徳島は、え、前半迷いなく躍動していたなと。 ハイプレスを敷いて連動して、まあ、チームがね、どこではめるのかを理解していて、ボールね、奪ったら、最後はね、シュートの形で終わるっていうことを提出していたなと。で、普段ね、出てない選手が出たことによって、えー、リーグ戦ですかね、えー、活躍した選手がいて、勝てたことが、やっぱね、徳島にとって、チームにとって、もたらす相乗効果が、 出てくるんじゃないのかなと、えー、神田はね、思います。で、大宮は、次節ね、岡山と、えー、対戦、ホームゲームで対戦するんですけども、まあ、後半ね、出た良い,い部分を残しつつ、まあ、どこまで、えー、守備のね、基本的な部分を修正できるかが、えー、次節に向けての、えー、ポイントになってくると思います。で、次戦、ホームでね、 負けてしまったら、もしかすると、監督解任もあり得るんじゃないのかなと思うような、ちょっと大宮の流れでもあったので、ちょっとね、緊急で動画を、えー、回させていただきました。本日もね、長い動画になりましたし、えー、大宮のサポーターファンの方、ちょっとね、厳しいことを言ってしまい、えー、嫌な気持ちにさせてしまったことは本当申し訳ございません。最後まで長い動画見ていただき、本当にありがとうございます。 それでは、また